皆さんどうもピーマンです。今回俺と横浜の143日物語実況43回目になりますぞい。今回はですね、広島3連戦の2戦目の試合をプレイしていきましょう。前回1戦目をプレイしたんですが、逆転負けですね。まさかの守護神山崎が赤松にグランドスラムを浴びるっていうね、いろいろと面白い試合展開でしたよ。まずこの試合、エルドレッドがスタメンで出てたんですけど、ピッチャーのデッドボール、こちらの横浜のデッドボールによってですね、全治33日の怪我を負ってしまいですね、俺はもう心の中でブフフのフって笑ってたんですけど、で、代わりに出てきた赤松にそれで打たれるっていうね、その前に赤松なんか打たれるわけないよねって、あのデッドボール良かったわなんてこと言っておきながら打たれるって、もう完全にあれがフラグ発言となったわけですよ。言っちゃダメだね言っちゃダメだし、当てちゃダメだねって思いましたけどね。最悪でございましたが、もうこればかりしゃあないですからね。2戦目勝って取りも返しましょう。負けた分をね。よし。じゃあ今回も試合はダイジェスト設定、チームがチャンスピンチになると私ピーマンが監督としてですね、プレイしていきますのでね。今日のベストオーダー、まず先発は番長ミラー、ジョンソンとの投げ合いですからね。こういうエース級をぶつけないと勝てないかな。今季の番長の防御率はこんな感じだね。3.11、ここまで6勝1敗ですから、今季7勝目をかけたマウンドになるね。で今日のベストオーダーね、いやもう今日もこれでいいね。前回も点は入ってましたからね。このベストオーダーが今のところ横浜にとって一番マッチしてるんじゃないでしょうか。このベストオーダーで戦っていきたいと思います。必ず勝つ、やっていこう。晴れてる、いい天気の中野球するのは気持ちいいだろうね。そこで勝利できたらもっと気持ちいいと思う。防御率は 1.96 のジョンソンから打つことできるかな。できるよ、だって前回前剣防御率 1.6 だっけ。その前剣から3得点、いや4得点だったかな。ボコボコしちゃったんだよね。エース前剣がまさかの6回も投げ切れず落ちていく様、ぶざまでしたね。ぶざまな前剣でございました。さて1回は0か。あれあれで、あら、いきなりピンチ。番長梅田、どうした、どうした、横浜、勝てないよ、番長梅田が打たれたら。勝負していこう。新井さんに怖さを感じることはもうない。広島に入って復活しましたけど、やっぱそれでも、衰えてはますからね。今季の OPS も7割4分くらいだったかな。そこまで怖くない。よし、ここも取って。まあ、進塁打打たれたのはあれだけどね。2アウトランナーなし。で、シアホルツ大きたね。これもいけるでしょう。基本引っ張りシフトでね、インコースら辺投げておけば勝手に引っ張ってくるとアウトですから、簡単ですよ。おお、流した。しかしファール。流す技術なんてないの、流すんじゃねえよ。どうせクソみたいな凡退だろ。はい、終わり。え、危ないね。番長みんな気をつけて。はい。はい、三振。クソみたいな空振り三振。さすがだね。ほう、まず1回のピンチを切り抜けましたが、1回からピンチを招くということが問題ですからね。番長にはしっかりしてもらいたいからのツーベース。ナイス、トゥトコ。ワッツワッツトゥトコ。わーお、いや、怪我、違和感か、嘘だろう。完全なる怪我ではないけど、違和感持ったね、ダイソー。いやいや、いや、だって今日筒子いなくなったら終わりだよ。いや、筒子には悪いけど、このままちょっと試合に出てもらいましょう。でもこれ下手に出すと悪化したもんね、本当に怪我して試合出れないってことがあるからね。違和感の段階だと試合には出れるんだけど、能力は下がるんだよね。で、怪我すると試合自体も出られませんから、強制的にね。いや、悪いが筒子にはいてもらわないと困るわ。だって筒子いないと今日なんて絶対勝てないよ。対左めっちゃ強いからね、筒子は。さて。バルディリス、コンパクトに打っていこう。とにかく1点だ。防御率だけ見たら前剣の方が高い感じがするけどさ、俺個人的にジョンソンの方が苦手だな。打てないわ、まず球も速くて。よし、この打球は、はい、三塁線、1点入りましたね。ありがとう、ナイスバルディリス。最高バルディリス、来季もよろしくバルディリス。日本にいなさい、日本で野球をしよう。なぜこれを契約しないのか、まあ理解できないね。素晴らしいよ。残すべき選手はこのバルディリスだね。いや、コンパクト性。ここは2点目を入れるチャンス。絶対2点取ろう、このイニング。絶対2点取って、みんなで笑顔で今日はもう広島をボコボコしよう。よし、うわー、バルディリス走塁ミス。挟まれんなよ、それ。行くべき打球じゃねえだろう、打球判断。できねえのかい。プロとしては信じられないプレイだね、今のは。1点は取ったぞ。1点は取った。先制点は取った。これを守り抜けるか。フォアボールからの、併殺だ。ナイス番長ミラー。これが番長ミラーなんだよ。持ってない。誰にも持ってないスタイル。最高。で、相沢も抑え、ジョンソンも抑え、レッツゴー。丸も、レッツゴー。この勢いでいこう。
ロペスのホームラン、レッツゴー2点目、ロロロロペス、ロロロロペス、ロロロロペス、最高、ロペス、最高。ありがとう。素晴らしいバッターだ。次世代に残していきたいね、こういうバッターを。ロペスはもう永久に日本にいなさい。日本にいることがあなたの幸せにつながるからね。しかしここでピンチ。2アウトランナー1塁3塁。ここで打たれるのはかなり厳しい話になる。1回、1打席目。鈴木誠也にはフォアボールを与えてるからね。ここはもう勝負していってください。高知派遣からの勝負。打たれるわけないだろうって。頼むよ。マンチョウが打たれたら、もういろいろとショックだね。前回ショックな負け方してるからね。一日本当寝込みましたからね。あと謎のなんか熱みたいなの出ましたから。42度まで上がりましたからね、熱が。よし、素晴らしい。ここで抑えてくれる。理想的だね。よっしゃー、このままもう逃げ切ろうよ。まだまだ点入れていく。おー、荒波とオルイゼコもう最高って。やめたけてって、ジョンソン苦しんでるってね。え、はい、コンパクト、西川コンパクト、はい、さあ、どうだ、センターオーバーか。わあ、落ちないか。いろいろともったいないね。今のランナー進まなければタッチアップもできてたんだけどね。まあ、進むわな、落ちると思うもんね。追いついちゃうか。そういうとこはちょっと打球の判断できないとか辛いよね。送りバント、いや、もうここはバントでしょ。頼むよ。これまた番長、バントもうまいからね。ほらね、あら、ファールかい。低め、これは外れた。はい、あ、ファルかい。結局アウトかい。なんじゃお前。なんじゃお前。コンパクト。より、いや、長打狙いでいいかな。レベルも6もと高いし。梶谷、この男だよな。うわー、ダメか。長打狙い。一発をですね。はい、三振、ありがとう。うん、グーバイ、帰れ。打てないよね。気持ち悪いな、これ。なんだ、色濃い。色がなんか気持ち悪いな。本物の獣の色しとるやないけ。色合いもっとあるだろう。子供見たら泣くぞ、あれ。リアルなやつじゃないですか。うわ、ジョンソンにヒットを許す。うわー、バンチョミラ、気をつけて。はい、ギグスのトゥーベース。そしてロペス、今日絶好調のロペス。ホームランのロペス。長打を狙いでしょ。これ以外ないでしょ。ロペス、やべえな。この男、今火ついてるね。完全に。素晴らしいバッターとなってるよね。どうだ、ここで結果を残せるか。粘る、いいね。調子いい証だよ。簡単に三振しない。ほらね、ほらね、これこれ、調子いいバッターはこうなんだよ。あ、三振なのね。うん、調子いいけど三振はするよね。そういう人いるよね。気にしない、気にしない。よくいるからね、そういう人。つつこ、お前の一発だよ、結局は。ちょっと違和感、怪我の違和感持ち合い、能力下がってる。本来ではミート S ありますからね、対左は。かなり強いはずなんですけど、ちょっと能力下がってるのはあれですか。あ、でも、選んだね。ドヤ顔。見てくれ。つつよ、つつこのドヤ顔。お、ピッチャー変えたね。おお、これも6回投げ切れず降りていったよ、みんな。マジか、いいね。最高だね。前剣に続いて、ジョンソンも6回投げ切れなかったよ。完全に広島エース陣をボコボコにしてるね。怖いぞこれ。ここで打てない。お、ピッチャーまた変えてきた。エグさ、は、なんで変えたんだ、意味が分からない。どういうこと。ヒースでよかったじゃんね。出た、尾形の無能采配出たね。これ、このプロスピでもやるの。広島ファンバカバカねえ、ボコボコに言われるよ。批判浴びちゃうよ。あー、ダメだ。ここでもう行ってほしいとこだったんだけどね。まあいいでしょう。6回の裏、あー、ちょっと待って、番長の投球内容。まあ、でも普通6回は生かすけどね。まあ、念のため一応確認。んー、ああ、スタミナは余裕であるね。まあ、ちょっとやっぱフォアボール多いの気になるな。被安打と同じくらい浴びて、被安打少ないの、フォアボールが3つと多いね。そこだけ気をつけてくれたらね、完璧なんですけど。はい、からさん、ああ、トゥーベース。シアーホルツに打たれるか、1点も取られたくないシーンだからな。ここちょっと踏ん張ってもらわないと、番長には期待するよ。コーチ派遣ですね。ここもコーチを派遣してですね。で、外野前進。まあ、長打のある選手ではあるけどね、外野前進なら1点もやりたくないので、万が一シングルの場合でも外野前進さえしとけば、シアーホルツの走力などを考えればいけるだろう。アウトできる。進まれないかも、タイムリーはない。はい、三振、ありがとう。そんな心配いらなかったね。三振に抑えてくれた。イケメン、番長。さすが。もう本当にこの番長には感謝しかないね。うん。で、ここで、あー、どうしよう。7回行ってもらおうかな。7回やっぱ、いけるでしょ。いける、90に行く。ちょっと頑張ってもらおうか。100球行くと思うけど、今日は。
はいはいはい、ナイス、セカンドゴロ。はい、ショートゴロ。ほんで終わり。うわ、ヒットからの、あ、代打来たよ、そういうふうに。よしよしよし、はい、お疲れ様、よく投げ切ってくれた。素晴らしいよ、7回投げて0失点、もうほんと感謝だわ。首位広島、このようなピッチングできる横浜ピッチャーもう番長しかいないね、番長以外はできない。ありがとう。そうだね、連敗するわけにはいかんからね、こっちも。さて、筒香。いや、もうここが勝負だ、使っていいでしょ、これ。試合を決めようよ。3点入ったらもう今日は勝ちだと思う。フォアボールはいらんぞ、筒香。打てよ。はい、来たー！どうだー？これは、取るんかい？嘘だろ？ライトフライ。入らねえのかい？いや、筒香、これ打ってくれないとー。バルちゃん頼む、打ってくれ。うわ、詰まってるな。行かないだろ、これ。行く？え、行く？あ、行かないよね。これ、いいとこまで打ってるのに多いな、そういうの。さて、これ山崎、安秋、今日も使いますけどね。それまで、どれで行くかだよ。誰から始まる？というの、番長ミラーも今日お疲れ様ですね。打者データ、今日次のイニングが丸からですね。丸。いや、もうここ右ピッチャーだね。確実に右で行った方がいいね。エレラだね。エレラ頼む。1イニングなら抑えられると思う。1イニングならいけるだ。1イニング抑えられなくなったら本当に無理だよ。お前何時に日本に来たのか分かんないね。そんなもん稼げないよ、お金も。稼げるもんも稼げなくなるからね。でも守備固め送りましょう、今日は。うん。もう完全勝ちに行きます。こういうとこが勝ちに行くスタイル。これで負けたらすごく面白いのね。行こう。よし、皆さん、素晴らしい。いい球持ってるからね。はい、セカンドゴロ。で、イエスイエスイエスナイスナイス。おお、黒羽ヒット、いいね。代打で打つ。その後、凡退。おお、からの打つ。で、エレラン代打送って、まだまだ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 、いきませー、いきませー、ませませ、いきませー。うん。下園で行こうかな。ちょっとこの選手何試合かスタメン外してますけどね。3割打ってますから。自由に打ってくれ。3点入って、3点目が入ったらもう俺はほっとするね。何も不安がないよ。不安が一切なくなるね。はい、三振ね。ありがとう。不安しかなくなったわ。あ、今日負けだなって思いましたね。はい。梶谷、自由な発想で。自由にやってくれ。自由スタイル。自分が打てる球を打ちに行こう。無理して打つんではなくて、自分が打てる球だけをね、打ちに行けばいい結果が出てくると思う。はい、三振ね。うん。まあいいんですけどね。気にしてないから。よしよし、ピッチャー変えて。最後は山崎、矢崎。前回は俺のミスによって、1球の失投によってね、今季初の失点をしましたが、これもう打たれませんでしょ、山崎。いけるでしょう。はい。サードゴロ。頼む。最後3人で。あと2人。相の間を抑えて。イエーイ！この広島戦、このカード初勝利ですが、これで1勝1敗となりましたね。いや、今日はもう番長の好投。これだね。これにつきますね。本当にこの男はもう、最近のピッチングは素晴らしい。開幕して2、3試合はひどかったけどね。なんじゃこいつ、もうやめた方がいいんじゃねえかなと言ってきたんですけど、やっぱこの男だわな。この男がいたから本当に横浜は勝ててるんだよ。ありがとう。これで7勝目ですよ。横浜番長最多勝。狙いに行けるよ。ってか、多分今、リーグ1位だと思うよ、勝利数。この後で見ていこうか。打つ方では2点。このロペスのホームランと、今日は他、打点誰だ？バルディリスのタイムリーね。これも仕事が早かったからね。あれだけ早いペースで先制点取ったら、そら番長も燃えてくれるでしょう。素晴らしいピッチングでございました。山崎、安明もね、完璧なピッチング。エレラもそうね。素晴らしい。ありがとう。すべてに感謝したい。この横浜に生きてる人たちにね、一般市民にも。最高だ。横浜球団だけじゃなくて、その市もね。最高だ。全部最高。そうだよ、これ、筒香だよ。プレイ中に足を痛めた。まあ、怪我ではないんですよね。違和感なので、試合には出れるので。いや、使っていきます、使っていきます。この男がいなくなるっていうのは厳しい。いなくなられたら困る。勝手にいなくならないでくれ。不安になっちゃうね。心がドキドキしちゃう。さて、次回は黒田ですか。ほう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 。男気を打つ。もう簡単だけどね。うん、これ確か黒田前回戦った時ボコボコに打ってるし、そしてここまでマイケン・ジョンソン全部打ってきてますからね。1戦目は負けにしろ5点入ってますから、マイケンから3点4点入れてますから、何の不安もない。黒田がどうした、だからどうした、男気何それっていうね。知らない、テレビ見ないんで知らないって言っちゃうね、横浜は。全然大したことないと思うけどね。うん。防御率も 2.47 でしょ。ここまでマイケン 1.6 と、ほんでジョンソンも 1.9 だったからね、投げる前は。
いや、共に2人ともね、横浜に登板したことによって防御率めっちゃ高くなってるので、黒田はじゃあどうなんのかな。今 2.4 なんだけど、横浜防御されて3点台あるかもしれないよ。で、現在番長ミラーの勝利、ほら見てね、リーグトップでしょ、前剣を抜いてのトップですよ。素晴らしいね、7勝1敗さすがだね。現在このままね、最多勝取ってもらいたいね。あー、輝かしい、本当に。40何歳だよね、41歳くらいかな、42歳か、番長三浦って。一郎と同年代の人だもんね。だから、42歳で最多勝取る、もう歴史に残るよね。それこそ山本昌みたいになりそうだけど。次回の実況も楽しみに、このカードは必ず勝ち越しで終えたいと思います。また見てくれよな、軍配。明日また会いましょう。